皆さんこんにちは、ダイダラです。何してないっすな。さて、ついにやってきましたアドベンチャーモードのラスボスに今から行きたいと思います。はい。ねえ、遊ばないでみんな。はい、というわけで今回行くのはね、ラスボス黒曜石の戦闘ってところのね、最高難易度で行きたいと思います。チームのパワー60、結構きつい難易度だと思うんですけど、次できるか怪しいですけどね、頑張ってみようと思います。現状の装備ですね、一応こんな感じです。59のね、大いなる破滅、62のファントムの防具、そしてね、輝くハーブクロスボウ、これがクソ強いです。これ使っていきたいと思います。それでは行ってきます。まだやってるよあいつら。はい、黒曜石の戦闘の最高ランク、最高難易度、アドベンチャーの一番難しいミッションへ行ってきましょう。頑張るぞ。最初の聞き取れないノイズって何だ。いつも遠くまでは行っていない。急いで。また俺が映ってる。大東までの道を切り開くのだ。ラスボス戦頑張りましょう。2人しかいなくて、あ、1人だ。による支配は今夜終わる。待っててね。よし、それでは行きましょう。みんな頑張ろうな。よし、マジ難しいからな、これ。敵も多分めっちゃいると思うんだよね。頑張ろうね。だって俺は今回は弓で、ね、後ろからひたすら撃つ担当で行こうと思います。もうやられてんじゃん。俺起こす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 。仲間だからな、俺たち。よし、ね、元気出してよ。頑張ろうな。よし、敵が多いな、マジで。おら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 、え、めっちゃ硬いこいつら。やばいでしょ、ほんとレベルアップ。いや、ちょっと待って、これ最高難易度いったのマジで失敗じゃね。敵があまりにも硬いんだけど。やべえぞこれ。おお、みんな負けないで、負けないで。よし、さあ、とりあえずこのね、白いオーラみたいに出してるんですよ、僕が。モヤみたいに飛ばしてるんですよ。これがね、なかなか強いんですよね。みんな負けないで、俺の花火ファイヤーで。よしよし、ソウルもしっかり回収できてる。花火、花火、花火。まだいない？花火。いっぱい撃っていけ、ほらほら。矢を撃て、矢を撃て。矢を撃って吹っ飛ばせ。みんな強いね。俺たちは強い、いいね。よし、大丈夫かな。矢が結構心もとない感じなので、エンチャントの資金客とね、買って全員で殴ってやってや。そんなえげつね。ちょっとレベル足りてないよね、多分俺たち。やっぱこれ俺たちなんかめちゃめちゃね、なんか裏でみんなで遊んでて、スエースをみんなゲットしたから、でも楽勝だろみたいなノリで行ってたんすよ。でも意外とね、敵がやっぱ相応に強くなってて、ねえ、しんどみはありますね、ここ。よし、レベルもね、なんだかんだ言ってもう今55か、俺。高くないっすか、ほんと。ねえ、矢が欲しい、矢が欲しい。いや、みんな俺のプレイを待ってるよ。矢で戦う男だからね、今完全に。よし、矢をください。何でもします。おい、矢がなかったらもうソウルで戦うから。ソウルでこっち大丈夫ね。え、ほら、よいしょ、ナイス。俺かな、まだいる敵。あれ、すげえとこ引っかかってんじゃん今の敵。よし、さあ、まずは1個目突破ですね。やべ、敵の量やべえな。俺も遠距離から後ろから、皆さん見えてますか、後ろから炎の矢を撃ってる私。いや、ありがとう。よし、後ろからね、かなりのね、敵を殲滅弾を撃ってます。敵石殲滅弾、敵石殲滅弾、くらえ殲滅。すっげえ飛ぶな敵。楽しい。こっち行くか、敵的殲滅アタック。消えろ貴様ら。オッケー、物資出た、物資。よし、みんな一人ずつね。おや、オッケーっす。さあ行こう、みんな。さあ後半戦、物資はここだってちゃんとね教えてくれるのが嬉しいですよね。さあ花火、花火。
そう、普通の指矢で相手を弾き飛ばすのです。いや、これが楽しいんだよね。普通の弓矢で敵をね、弾き飛ばす RPG。 なんだそれ。さあ、そもそも中ボスレッドストーンゴーレムあたりが出てくるとこですね。出てきました。結構覚えてるよ、僕もう何勝したからね、このダンジョン。ひたすら動きましょう。大丈夫大丈夫大丈夫、みんな。よし、いって今のすっげー効いた。ほらほら、みんな殴れ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 、撃て撃て、ここで撃たねば撃つ撃つ撃つんだ。よーし、撃破。みんないいぞ。よし、尊重しやぞ。さあ次だ、後半戦。あー、建物の中か。さあ建物の中入って出てね、もうすぐラスボスが近いって感じですね。中にもまたレッドストーンゴーレムが確かいたとこですよね、ここね。ほら、いた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 。なんだかんだ言ってここのダンジョンもすげえ行ってるからな、俺たち。で、このアドベンチャー難易度は初めてなんですけど、アドベンチャー以外の難易度だったね。よし、うえぇ、痛い、俺死ぬ死ぬ死ぬ、助けて助けて、水でも、待て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 、大丈夫ですか、皆さん。回復回復、倒そう、まず倒そう。ナイス、起こせ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 。おい、ナイス、起こしてるじゃん、えらい、いいぞ。いやー、強い。よし、さあ、なんとか抜けましたね。さあ、後半戦いきましょうか。ここ、階段なんか、奥まで登っていけば、ようやく、ボスなので、ここまでなんとか行きたいですね。トゥー、花火。やべ。さあ、敵にしっかりとコツコツダメージ与えつつ、これ、あんまりヒットしてないな、そう、あの、普通のやつつ。おらら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 、全然効いてるかわかんねえけど、よっしゃ、レベルアップ。待って、今なんか一瞬また見えたよな、レッドゴーレムの証みたいな。ここやべえ、みんな頑張ろう。ここ、ここやばいやばい、数が多すぎるでしょこれ。撃て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 、大丈夫ですか。急に死んだ仲間が。今何があったんだろう、何があったんかわからない突然の死だった。やば、これはまずい。まあまあまあ、激しすぎる。花火、花火ね、花火。仲間大丈夫、起こそう起こそう起こそう。待て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 、よし、オッケー。みんな生き返って、蘇って、蘇え、みんなガツガツしんのね。ここ難易度高っ、ほんま。よし、敵の量やべえよここ。さあ、階段がやっと見えてきた。ここを登りきればもう、お待ちかねの、お待ちかねボスフォーエバーですよ。みんな待って、置いていかないで俺を。これでも結構ヤンキーだよな、君らも。ガンガン攻めるんだよね、こう一緒にやってたら思うけど。みんなピョン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 で敵与えてるし、いいぞいいぞ。やってきたな。さあ、お待たせしました皆様。ね、いいっすか、いいっすか、いいっすか。皆さん、いきますよ、ラスボス戦です。頑張ろう。いける、いける、みんないける、オッケー。待て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 、はい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 、待つ待つ待つ、オッケー、じゃあオッケー、行こう。よし、行くぞ。さあ、ラスボス戦だ。ジャック・ナブラビトのアドベンチャーモード。難易度が上がったラスボスはどうなってるのか。みんな花火打つ準備、いいね。まず切るか、ドン、はい、来た、どうしたら、いけ、減らせ。うわ、ちょっと待って、敵の数が多い。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、しっかり当て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 ていこう、しっかり当てていけ。よし、ほらほらほら、クライアソウル。まだどこいる、どこいる、どこいる、あいつ、どこいる、あいつ。あ、体力ないと思う。ナイスみんな指矢でヤンキーしすぎでしょ。じゃあここやぞ。さあ、こいつや、みんな今のうちに、今のうちにダメージ与える、今のうちにダメージ与えるや。がー、仲間2人やられたんだけど、まずい。よし、待て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 、起こそう。やべ、よけ、今起こせる、ここ起こせる、ここ起こせる。すげえ隙間にいるけど、ダメだーって。頑張れ、起こせるか、
ポジション崩れるから逃げて、一回逃げて逃げて、隙を見て隙を見て戦おう、隙を見て、うわっはっはっは。いや今の強いよ、ほんともう一回いこう、スギータが出る、スギータが出る、クライヤー全員で花火や、花火パーティーや、パーティーかまぜ、やっべこの位置、ぐはははは。待って今の位置悪すぎるって、あの黒煙飛び込んだらすげえ減る。みんな頑張って、生きよ頑張れ、ありがとう、あやっべ、あんぶった全滅2回目ぐわー次がいける、ゾンビアタック、ゾンビアタック、勝つぞゾンビアタック、クライアゾンビじゃん、かまぜかまぜかまぜ、ゾンビゾンビゾンビ、いやいや落としきれ落としきれ落としきれ、よしナイスゴリ押し、いやーストームランダーで、ね、ランク66のねハンマーゲットしました。まあ、そこまで強くないかな、よし、ありがとうありがとう、勝てたわ4人でゾンビアタックやったけど勝ててよかったよ本当。さあまたね感動的なムービー行きましょうか、お前おい邪悪なライト、お前のせいで分かっとんか、お前ああさあ話しかけましょうか、有効か、はい、というわけで見てください、わあ俺与えたダメージ100万ダメージも与えてんじゃん、鬼のダメージランカーでしたね僕、やりました。ということで見事アイテムは上質な小麦67、めっちゃ強い。そして出たよアポカリプス、最高難易度が出ました、新しい装備アーティファクトなどなどが出てくるらしいです、はいおーし、というわけでじゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか、ご視聴いただきましてありがとうございました、なんとか勝てたよ。でゲットしたのはこちらストームランダー、まあねぶっちゃけここに下にもストームランダーあるんですけど、以前ゲットした方が強かったかなって感じで、あんま強くないですね、はい、普通のハンマー武器です。よし、じゃあ今後はね、次はアポカリプス行ったりして、ね、隠しダンジョン探したりとかいろいろやっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。マイクラダンジョンズおもろいぞ結構。